ル作成というテーマについてやっているので、それを発表したいと思います。まず、僕が児玉ゼミのゼミ長の吉村信弘です。よろしくお願いします。あ、亀山拓也です。堀内萌太です。渡辺咲です。お願いします。お願いします。お願いします。
HTML はホームページ作成に使われるプログラム言語のことです。で、スタイルシートはホームページのレイアウトやデザインなどを定義するプログラムになります。で、まあ、役割としては HTML っていうのはホームページの構造を定義し、掲載する内容を記述する。スタイルシートはその HTML で定義した構成に対してサイズや色配置を指定し、ホームページのデザインを整える。でこの2つの役割はピンときますでしょうか。私は最初これ聞いて、はあ、わけわかんないみたいな感じだったんですけど、なんか分かりやすく説明すると、この2つの違いっていうのは何なのかっていうと、ホームページじゃなくて、例えば自分の家を作るとしてください。マイホームで、じゃあマイホーム作ろう、最初玄関があります、リビングがあります、ダイニングがありますって、いろいろこういう部屋を入れようって考えるじゃないですか。で、じゃあリビングにはソファーを置こう、テレビを置こう、これが、リビングという部屋の中の内容になります。部屋がどんな部屋があって、その内容はどんなものか、これが HTML です。で、じゃあその部屋の配置はどうしよう、玄関を開けてすぐリビングがあるとか、そういう配置とか、じゃあ壁紙の色はどうしようとか、そういうことがスタイルシートでレイアウトやデザインをうんうんって言ってくれましたね。わかりやすいですか？はい、そうです。わかりやすいですね。まあそういう考えで、まあ、理解していただけると。で、HTML でできることっていうのは、これですね。ホームページの全体の構造を定義する。コンテンツ内の構造を定義する。他のページや部分へのリンクを定義する。例えばコンテンツ内の構造定義って2番にあるんですけど、これだったら、例えばじゃあリビングに棚を置きましょう。棚という一つのコンテンツを置きましょう。じゃあその中にどんな本を入れましょう。本棚ですね。どんな本を置きましょうっていうコンテンツ内の構造をさらに定義していくということになります。で、 CSS では先ほども言ったようにデザインや配置などテキストの色とか本当の書式などを保存さえしていた。じゃあですね、スタイルシートでは設定することができます。あと、スタイルシート CSS っていうのは、その一つの CSS で定義したレイアウトやデザインを複数の HTML のファイルに読み込ませることができます。例えばこの2つの HTML ファイルがあるとします。上がなんとかサークルっていうページですね。例えばページ1だとしてください。その下がなんとか愛好会ページ2だとしてください。で、1つの CSS でページ1とページ2の定義を一緒に変更することができます。1つの CSS で設定することによってこう形を整えることができる。それが CSS です。ということで、今ホームページのホームページとは何だっていうことと HTML と CSS って何だっていうことをやってきたんですけど、ホームページの構造について説明します。ホームページはボックスの組み合わせから成り立っています。例えばこういうサイトがあったとしたら、ボックスっていうのは一番上、ゆるキャラ紹介サイトっていうヘッダーがあるとします。そのサイドにまた別のブロックがあって、青いメインのブロックがあって、下にフッターっていうブロックがある。こういうブロックの組み合わせから成り立っています。まあ、ややこしいんですけど、で HTML でこう書いてあるんですけど、いろんなタグを使ってとボックスに含まれるコンテンツの種類を定義して骨部分を組み立てます。で、レイアウトの構成は HTML、 サイズや配置、背景色などはスタイルシートで設定します。ということで、ここまでで何かちょっと分かんないんですけどみたいなところある方いますでしょうか。頭がもう混乱してるよみたいな、なんとなくでも理解していただければと思います。で、ここから実際にじゃあ作成するにあたっての手順、流れについて話していきます。じゃあ実際のホームページの作成の流れをここから説明していきます。で、まあざっと項目的にはこんな感じになるんですが、1
個一個ちょっと紹介していきます。最初はテーマですね。テーマの設定で、自分たちは、ターゲット、自分も大学生ということで、まず大学生っていうふうに、で大学生っていうと、事業サークル、いろいろあると思いますが、その中で、サークルの情報サイトを作ろうということになりまして、なりました。で、目標です。でまずサークルに所属している人たちが、自分のサークルについて知ってもらうツールとして活用してもらうというと、サークルに所属するか悩んでいる人たちがサークルの情報を得て、サークルを選ぶためのツールとして活用してもらうというのが2つのことが分かりますね。あ、2つですね。まだ。で、あとサークルと学生、あとサークル同士がつながるためのサイト。で、今さ、ちょっとしか調べてないんですけど、構成はもう公認団体で100、数百。で、非公認はもっとあると思うんですけど、最初は30団体以上の情報を掲載しようということで、今やっています。で、次はこう、掲載する項目ですね。で、掲載する内容は、サークルの、メインはサークルの情報ですね。サークルの名前とか、活動日に、サークルになると。で、あとは自分たちの小田まつりの紹介のページと問い合わせ先、これはのサークルの情報を載っけてもらいたいとか、そういうのもあると思うので、で、あとツイッターのウィジェットですね。これは掲載サイト、掲載しているサークルのツイッターのアカウントを載せて、日々の活動状況とかをつぶやいてもらえると、そこに自動的に出るというのをしたいと思ってます。で、あと各サークルの最新情報更新のお知らせです。で、あとサイト内の検索ということで、まず構成を決める具体的なイメージを持っているということで、私のイメージはこんな感じでやろうかなと思って、最初これは作りました。で、ここはサークルで、サークルの写真と、で、右側にツイッターの右下のやつが、これがウィジェット、ツイッターのウィジェットですね。で、あとはリンクと、で下に最新情報のところですということかなと思います。で、素材を用意する。で、サークルの情報を収集するっていうのがあるんですが、なかなかちょっと、いざ作るのは難しいと思うので、できれば協力をお願いしたいと思ってます。まだトップページしか作ってないので、実際に収集するってなると、これからまた先の話になるんですが、よろしくお願いしたいと思ってます。で、次、HTML ファイルを作る、スタイルシートデザインをピックする。で、ここは、うちの技術担当の堀さんからお願いしたいと思います。